ん、こんにちは。しおりちゃんのリミです。今回はリミの誕生日プレゼント。はい、はい、ですね、パパとママ、まあもともとリミちゃんが欲しいって言ったものを一緒に選んでね、今回ネットで買ったのでもうリミちゃん中身はこっちは分かってるんだけど、ママがちょっと可愛くラッピングしてみたのでちょっと見てください。で、あとこっち側緑の包装の方はウームね、所属している事務所のウームから、プレゼントをいただきました。なんだろうね、全く予想がつかなくて分かんない。はい、じゃあリミちゃん開けてみよっか。どっちから開ける？ごめん、カメラ動いちゃった。こっちから、こっちから、どっちからがいい？でもじゃあ水色の方から開ける。もう中身分かってるもんね。さてリミちゃんが欲しかったものは何でしょうか？それはママラッピング どこでしたの？またラッピングしたの見せてください。ちゃんと曲がってないかな？ちょっと綺麗に出してよ。一個取れた。一個取れた。はい、これ貼ってそこに。やったね。はい、じゃあまず何ですか。じゃあちょっと待って、これもう一回下に下ろします。はい、こちらは反射してるかな？大丈夫かな？大丈夫？うん。はい、これは何ですか、リミさん。リミちゃんが欲しかったものは。アミーボ。アミーボ。ね、リミの顔がすごいことになってる。なんで？反射してる？宇宙人みたい。うそ。はい、アミーボのカードだよね、でもこれはね。うん。で、リミちゃんが好きなカードっていうか、キャラクターを3つね。何ですか？見てください。グルミンとパッチとリッチー、うん、この3人がレミちゃんのね、推しなんですって。ねえねえ、髪の毛さ、うん、このぐらい切ったみたい。あ、確かに髪の毛切ったみたいに見えるね。うん。ねえ、別になんかランクがね、 S ランクとかそういうランクのキャラじゃないんですけど、全然、うん、とりあえずもレミちゃんが推してるキャラクターでしたね。推しの、推し推しの、推し推しに。はい、どう？リッキーとグルミンはね、スマホのアプリの、うん、動物の森、うん、ポケットキャンプのやつでね、うん、リッキーとグルミンいたのよ、うん、それで可愛いってなって推しになった。それで推しになったのね。じゃあ使いましょうね。はい、じゃあ次まだあったかな。ママ超ラッピングしてる。はい。じゃじゃん。じゃじゃん。映ってるかな。こんな感じ。これは何ですか。スプラのアミーボ。うん、はい、スプラのアミーボで、と姫とイーダだね。はい、リミ、葵ちゃんとホタルちゃん持ってんの。あ、そうなんだ。そう、これが欲しいということで、うん、これもね、ネットで買いました。ネットで買ったのでね、ママがね、100均のリボンで、可愛いでしょこれ、スプラみたいなリボンで、スプラを意識してリボンを見つけてラッピングしてみました。ねえ、このお洋服もらえるんだよ。ね、リミ、このお洋服欲しかった。そうかそうか。はい、ということで今リミちゃんがね、もうめっちゃくちゃスイッチにハマっちゃってね、スプラとアツモリにドハマりして、そう、結局欲しいものもこういう形にねなりましたね。はい、ということでパパとママからはこんなプレゼントになりました。やったね。次はじゃあ下にちょっと置いて、今度ね、ウームからいただきました。毎回毎回ね、素敵なプレゼントをね、くださるんですよね。なんか、後ろ勉強机が。勉強机？なんだろうね。ちょっと透けてる、うっすら透けてるんだけど、何かわからないよね。いい、開けて。うん、開けてみよう。なんだろう。もう全然わかんない。まあ、見てないんだ。見てない、見てない。開けづらい。あった。いい？うん。なん、手紙。お手紙入ってた？手紙入ってた。あ、じゃあお手紙を後でちょっとゆっくり読もう。なんか
分厚い。分厚い。カードかな。なにこれ。なに。なんだろう。ママ。ん？見て。なに。あー。いつもリミちゃん辛口にね、すまのこと言われるけどね。たまにしついさんやだとか言って怒ってます。リミの島ぐちゃぐちゃとか言うんだよとか言って怒ってたよね。だけどもう言わなくなった。もう言われなくなった。よかったよかった。何これ。何、あと何が来たの。え、何これ。出せる。ミニチュア系かな。ミニチュア系作るやつ。あ、作るやつか。リミの得意な、多分作るやつだ。開けられる？でね。わー、すごい。なに？なにこれ。お家だ、お家。お家？作れるんだ。すごい。これ貸して。ちょっと近くで。こんな感じです。すごい。すごい。なにこれ、本棚？図書館みたいな。なにこれ。わかんない。すごい。パズル？パズルではないよ。なに？ DIY ハウスって書いてあるね。ママ。ん？開けて。あ、ん？見して。見て。あ、かわいい。かわいい。ハッピーバースデーって書いてある？うん。あ、すごいかわいいカードだね。すごーい。すごい。見て。ん？わ、いっぱい書いてあるね。ここにシール貼ってある。うん。へえ。後で読む。そうだね。じゃあちょっとビニール開けてきたから何か見てみようか。それアマゾン。ん？アマゾン。そこはいいよ、見なくて。アマゾン。なんかこんな感じだね。こっち。あ、見て、組み立て方。英語だけど書いてある。すごーい。どういうこと書いてあるの？何を組み立てんの？本棚？これ。やっぱその絵を組み立てるんだ。うん、自分で？うん、すごーい。わー。楽しそうだね。いいね。好きそう。あ、ねえ、うん、あのさ、うん、あ、ピンセットあった、よかった。あ、ピンセットついてた。ついてた。ちゃんとついてたね。うん、よかった。よかった。でもピンセットないもんね。多分。うん。なにこれ。あ、気をつけて開けんの。ボンド。ボンドか。そっか。これの予備。予備じゃないや。入れ替え。詰め替え。詰め替え。すごーい。これを組み立てていくんだ。木。うん。でも木の工作とかしたことない。とりあえず全部組み立てるとこういう感じになるってこと？うん。すごーい。すごーい。やばいね。ね。すごいミニチュアだね。やば。やばくない？こんなのあるんだ。見て、本とか。見て、本とかめっちゃちっちゃい。リミちゃん楽しそうだよ。お花とか。全部ミニチュアの作るものバージョンってことかな。うん。で、こういうさ、お部屋を作るってことかね。うん。いいじゃん。よきそう。ね、しずえさんも。はい、というわけで、今回はね、リミの誕生日プレゼントを開けてみました。それでは、バイバーイ。グッバイ。はい。もう早速、スイッチに読み込む。読み込むそうです。